ス発散法を正しく自分の中で身につけておくっていうことが夫婦関係を再構築するにあたっての大切な要素の一つでもあるんですね。不倫解決カウンセラーの川村です。今日お伝えしたいことは、不倫を解決するにあたってやっぱり今日努力したから明日旦那さんとすごく仲が良くなるってわけじゃないんですよね。で、不倫問題っていうのはやっぱり心の問題なので、期間っていうのが、まあ、その人の夫婦関係にもよるし、その不倫をされている期間、例えば旦那さんと仲が悪くなったなるまでの経緯とかいろいろあるんですけども、その期間っていうのは人それぞれ違います。ただ一つ言えることは、今日とか明日とかここ1ヶ月努力したから、じゃあ次の日からめちゃめちゃ旦那さんと劇的に夫婦関係が良くなるっていうわけではないんですよね。で、その期間ってやっぱり私たちってどうしても人間ですから、承認欲求の生き物じゃないですか。多かれ少なかれね、承認欲求ってあんまり良くないよって言われるんだけども、まあ、どうしてもちょっと努力したら誰かに認められたいと思うのが私たち人間だと思うんですね。うん。だから、その長い期間かかる、私なんか7年かかってますからね、不倫解決するまでに。うん、その間の中で、ストレス発散法。ストレスって、まあ、悪いものではないんだけど、やっぱりこう、負の感情がいっぱい溜まってる時って、ストレスって悪い方に流れちゃうんですよ。ストレス発散法を正しく自分の中で身につけておくっていうことが、夫婦関係を、再構築するにあたっての大切な要素の一つでもあるんですね。で、今日はそのストレス発散法というのをお伝えしようかなと思っています。これ、ストレス発散法って、まあ、いろいろあるんですよ。体を動かすとか、ヨガに行くとか、ね、過去の動画で私も言ったことありますけど、いろいろあるんです。ただ、よくほら、ネットなんかで、言われている言葉が、言葉に気をつけなさいとか、未来を変えたかったら言葉を変えていこうとかね。まあそれも間違いではない。うん。言葉っていうのは、やっぱりこう脳みそがね、効いてますから、毎日毎日汚い言葉を使ってると汚い人生になってしまうし、言葉をきれいにしていくときれいな人生になっていくっていうのは、それはまあ間違いはないんだけど、ただこの不倫問題に限っては、どん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 溜まっていくんですよ。この負の貯金箱の中に、なんか悔しいとか、悲しいとかね。で、そのこと、このコップっていうのがあって、それがいっぱいになって溢れてきちゃったら、旦那さんに爆発して、バーンってこうね、喧嘩したりとかなるわけじゃないですか。なので、俗に言う汚い言葉を、言ったらダメだよとか、いろんなブログの中にね、これはしちゃダメだよ。例えば旦那さんをねぎらいましょうとか、もうそれも正しい正論なんですよ。旦那様に感謝しましょうとかね、うん、旦那様を敬いましょう。まあ同じような意味か。とかいろいろあるんだけども、できない時ってあるんですよ。だって不倫ってすごく辛い心の暴力ですからね。できない時はできないでいいんです。私これが一番だと思うんですよ。できない自分を責めるっていうことが何よりも夫婦関係の再構築の中では最大のいけない NG 行動だと思うんですね。できないことはできない、その日はできないって認めちゃいましょう。で、どうするかっていうと、まあ私のケース、私がカウンセリング会員様によくお勧めしてるのが、今日はできない日と決める。じゃあできない日に何をするかっていうと、汚い言葉を使ってストレス発散するんです。例えば、クソあの旦那ムカつくとか、汚い言葉でね、発せないわとか、うん、何でもいいんですよ。まあ言いたいことですね。親の顔が見てみたいわとか私も言ってましたけど、なんでそういう風な考え方になるねんとか、別に私は離婚したってええねんぞとか、何でもいいんです。何でもいいけども、心の中にこう言いたい言葉ってあるじゃないですか。不倫されてるときね、辛いときね、旦那さんに汚い言葉たくさん言いたいわけにもちょっと私思いつかないんですけども、旦那さんと仲いいからね。だから思いつかないんだけど、その言葉を全部出すってことが大事なんですよ。何々してはいけないっていうことを一つ一つ減らしていきましょう。この何々してはいけないっていうことが、
いっぱいいっぱい溜まってしまうと人って爆発してしまうので、たまに1週間すべて爆発したらいけないですよ。それはあまり良くないことですよ。だって目的、その爆発させる目的っていうのは旦那さんと仲良くなりたいっていうのが目的なわけだから、その目的があって爆発させましょうということなんだから、毎日爆発してたら旦那さんと仲悪くなってしまいますよね。だから1週間のうちに、まあ今日はちょっとモヤモヤしてるとか、例えば1ヶ月のうちで生理前って私たちね、イライラしますから、すごい殺意って湧くじゃないですか。私湧くんですよね。旦那さんに、ちょっとこの人本当嫌やわって思う時が1ヶ月のうちに1週間ぐらいあるんですね。まあ生理前なんですけども。そういう時に、まあ自分の汚い言葉を発散するとか、汚い気持ちをかき殴るとかね、何でもいいんですよ。ぬいぐるみをボコボコにやってしまうとか、旦那さんに似たね、例えば旦那さんがクマさん似てるとしますよね。クマさんのぬいぐるみ買ってきて、もうボコボコにするんです。私のクライアントさんなんか足で踏んづけたの、顔を。そうすると心がすっきりした。いいんですよ、やってもいいんです。やったらダメだっていう人は、夫婦関係の修復を実際にやったことがないんじゃないかなって私は思っています。だって出てくるんだもん。出てくるものは出しちゃいましょう。ということで、今日は旦那様の不倫問題を解決するにあたって、まあ、私の中で一番大事じゃないかなと思うこのストレス発散法というのをお伝えしました。うまく自分の心を整理して、いらない感情は早くに出してしまって、で、また新しいいい感情を中に取り入れて、旦那様と夫婦円満になっていきましょうね。それではまた。